詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ。まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か、懐かしいな。よろしければ一度お試しください。その太刀はまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。ではお達者で。